とうございます。さあ、ここからのお時間はトッププロレスとによります花のデモンストレーションでお楽しみいただこうと思います。本日1回目の公開は八平ロースにちなんでバラをモチーフにした作品を制作していただきます。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、八平ロースでは還暦のお祝いに赤いバラを贈るという新しい花贈りの習慣です。今まで還暦のお祝いといいますと赤いちゃんちゃんこ、ズキンを贈ることが慣例となっていましたが、今や60歳を迎える皆様は生き生きと仕事を続け余暇を楽しむことにより積極的な方々ばかりです。60歳とは新しいスタート、還暦のお祝いに赤いバラを贈り、これからの人生をより一層楽しんでいただけるよう心からお祝いしましょう。本日はデモンストレーションの後、ハッピーローズアワードの発表もございますので、どうぞ皆様最後までお楽しみいただきたいと思います。それでは早速デモンストレーションを行ってくださいますプロリストの皆さんをお呼びいたします。長野県北佐久郡軽井沢町 SK 花企画、金沢茂さん。長崎県大村市森花屋森陽子さんのお二人です。どうぞ皆様盛大な拍手でお迎えください。
この波乱と谷渡りの丸いのは一応ラッピングは今日しないんですけども、はい、リボンのイメージなんですけど、まあ、これにお花とかいろいろ入っていくんですけど、なるほどね、この間に花とかそういったものが入っていく、そうですね、下には面白い花がまた用意してありますけど、また後ほどね、説明していただきましょう。はい、では、金沢君の方は、金沢君もう組み始めてますよね。はい、とてもなんか可愛らしいと言いますか、ね、素敵ですね。アナベルとこれ、バラなんですよね。すごく大きなバラで、うん、ちょっと芯が変わってるでしょ。はい、これは何ていうバラですか。これカンパネラ。カンパネラね。ラカンパネラといって、これは今年は2009年、2008年、2007年かな。2007年に、フラワーセレクションというのが日本一になったバラなんですよね、これ。そうなんですか。はい、はい、そうなんです。はい、最初にね、日本でフラワーセレクションというのは、消費拡大のためにね、はい、そういったものができたんですけど、その時に選ばれたのがこの花だったんですね。すごい素敵な花びらですね。すごいですよね。なんかフリルのようになってる。そうなんですが、花びらがフリルのようになって、大きなバラに見えないですよね。バラと、これはアナブかな。あ、これ、はい、あ、アナブね。はい、はい、で、はい、もう一つの方のバラは、それはあのね、先ほど聞いてきましたキャラメルアンティ。キャラメルアンティ、はい、色は同じように見えるんですけど、中の巻き方がね、ちょっとカメラさんに向かって見せてあげてください。わかりますか、これ。こっちかな、ね、ちょっと八重になって、芯の方まで巻いてるのと、それから芯の方が少し空いてるバラとね、色は同じなんですけど、ちょっと花が違いますよね。ラカンパネラとキャラメルアンティーク、はい、よくできました。よくできましたね。ありがとうございます。あと一発出てるんだね。最初だけしか覚えてないんですけどね。はい、それが今丸く丸く束ねてますので、で、僕ね、これ最後ね、これね、パラレル状の花束にしたいと思っております。あ、なるほど。スパイダーもすごく素敵なんですけど、やっぱりせっかく長さがあるので、長いこう男性がこうね、抱えて持っていけるような花束。気持ちがすごくわかります。そうです。今ね、どういった話をしてたかっていうと、花束って普通作るとき、今の堀奥さんやってみたいに、下がね、スパイラル状に、螺旋状に花が組まれてるわけなんですね。それを彼の場合はまっすぐストレートにパラレルに組んでいこうということですね。ということはステムまでを使って見せたいということなんです。昨日もちょっと話しましたけど、このスパイラル状に組むっていうことは花が一点で縛られるわけですよね。ですから花の茎が傷まない。ですから花の水揚げがいい。なぜかというと茎を傷めるっていうことは花の導管といって花の周りで、ね、茎の周りに吸い上げるところがあるんですけど、はい、そこを潰しちゃうと花が水揚げが悪いんですよ。ですから一点で縛れるようにスパイラルにきれいに巻いてるわけなんですけど、彼の場合は反対にね、そのステムを利用してステムを見せたいということで、はい、まっすぐ、はい、使おう、そういうふうにして今作っておりますので、はい、またその違いをね、ちょっと見ていただきたいんですけど、そうですね、上のね、色がグリーンとそのキャラメル色っていうのが、この色で可愛いですよね。はい、ですから足もきれいに掃除されていましてね、そのまままっすぐまっすぐに使っているわけですね。はい、じゃあちょっとできるの楽しみに見てます。はい、失礼します。じゃあ、奥様も入ってきましたね。こちらはまたちょっと違った色のバラなんですけど、はい、このバラの種類わかります？これピンクレっていうオルトローズ。ピンクレ。ピンクレ、はい、あ、うん、私は一番大好きな色。すごく、なんか中間色が変わった色ですよね。ピンクレですか。はい、変わったバラが、イングリッシュローズ系ですよね。芯の巻き方がそうですよね。たくさんの花びらが、ね、花びらがすごく可愛いですよね。それからまあその色に合わせた紫陽花ですよね。紫陽花の色もまたすごくピンクが可愛いですよね。綺麗な色になってますけど、またこれはちょっと中間色の変わった色が入ってきましたけど、はい、このバラはデザートっていう。デザート、はい、ゆかりも美味しそうですね。デザートです。最近名前が可愛らしいのが多いですよね。バラって本当に新しいバラがいろいろ出てくるんですけど、名前がね、おしゃれなんですよ。結構ショコラとかね、アンダルシアとかもすごくおしゃれな名前の人が多いんですよね。バラって本当に色が豊富になってきましたね。もう
人の心を表現するようなね、あの花は、まあ、花に限って あると思うんですけど、花の色とか、それから姿も可愛いですし、匂いもいいですしね、バラってのは。今日のバラはですね、私が選んだのは、はい、今日は特にこうやって皆さん、女性の方がたくさんいらしてるんですけど、心の内に秘めた思いとか、恋心とかね、あと自分が夢に向かって住んでらっしゃる方へ の, そういった思いが、こういった色になってイメージしてるような思いなので、そういったファイトレディーの方々に応援の意味として、今日このバラを使っていました。ね、こういった優しい色合いの心を持った方ばっかじゃないと思うんですけど、そんなことはないです。いやいや、バラというのは女性は皆、そうです、ハッピーローズというような真っ赤にね、代表されるように、すごく情熱的でしょ、ね、なんかそういったイメージが多いと思うんですけど、確かにそうですね。昨日もプロポーズに使う真っ赤な花というのを使ってましたよね、皆さん使ってましたけど、今日はまたバラでもすごく優しい色合い、そういったものがまた違いますよね。そうですね。先ほどのね、バラのトゲの、まあ、これあれクランツっていうんですけど、リース状のものの中にね、葉っぱを巻きまして、はい、あんこというのをクッションにしましてね、その中にアジサイ、それからこういった優しい色合いのバラ、はい、そういったものが順番に今入れられているんですけど、今入れてるのはこちらスモークグラス、スモークグラスですよね、煙草ですね、スモークグラスと、下にあるのはスモークツリーなんですよね、煙の草の煙の木です、はい、そういったので少しぼかした感じ、ちょっと柔らかさを入れています、はっきりした色じゃなくてこういった優しい色合いにまたこういうものが入ることによって、ね、作品がすごくもっと優しくなってくる、そういう気しますよね。確かに、ね、花にこういったグリーンが少しかかってきますよね、優しくなってきます。だいぶこれ本数入ってますよ、ね、よくさんって小さいんですけど、かなりモストがギリギリぐらいだと思います。今間近で見てますけれども、手が大丈夫かなと思いますが、す、ね、フローリストの方って結構大変ですね。大変です。これだけの、ね、花を束ねようと思うと、すごく小さな手の方っていうのはたくさん持てないじゃないですか、でもこれ骨組みがあることによってね、そこで引っかかるんですよね。ですから少し離しても割に持ってるんですよ。ですからたくさんの花をまとめるときには、はい、そういったテクニックっていうのも必要なんですね。ですから骨組みもただ単に飾りであるだけではなくて、そういった区分においてね、一つサポートしてるわけですよね、そういったものを。じゃあ手が小さくてちょっと困ったなっていう人は参考にしてみるといいですね。そうですね、そういったものを作ってサポートしてやると、またデザインテクニックもすごく面白いものができるんですよね、はい、昨日もいろんなもので原田君などもそうでしたけど、三キライのね、大きな丸を作ってるっていうこともありましたし、はい、そういったもので作ってやるとまた面白いものが出てきますね、皆さん見られましたか、ジャルカップの方の1位の作品がそうでしたよね。1位の作品が花束なんですよね、あれ小さな花束なんですけど、すごく骨組みが枝で作ってあって、中の方まで見るとね、花が入っててすごく上手にできたんですよね、バランスがよく、本当に完成度の高い花束でしたけど、あいつ小さな花束からこういった大きな花束をね、作ることができると思うんですね。さあ、短冊も、あ、もうできちゃった、早いね、さすが、はい、すごく素敵に仕上がりましたね。どうですか皆さん、こういった今に見せた花束だそうです。ちょっと今、こちら持って、落ち方を。それでどうするの、それ。プレゼント。プレゼントよ。なんかこう、男性がね、なんかおしゃれにこう、なんかギャップを感じてもいい。おしゃれですよね。かっこいい。はい。普通の花束のイメージじゃないですよね。さっき神崎君はこうやって持ちましたけども、ちょっと神崎君より僕が持った方が似合うでしょ、ちょっとこうやってね、すごく似合うと思うんですけど、こういった感じで持っていただいたり、先ほど神崎君やったようにこうやって担いだりね、かなり茎まで見せてますよね。ただ大事なことは最後にこれ擬宝珠の葉っぱで補強してありますよね、はい、縛っても茎は作れない、擬宝珠は強いものですから、アナベルとかね、はい、そういったものがね、で、僕はこれ最後ね、
もらって、これを花瓶にスポンと入れるもよし、だけどまあ個人的に僕はすごく水盤が好きで、でちょっと深水にしていただければ十分水上がると思うんですね。でこれをあのちょっとあのここに剣山も入ってるんですが、中に剣山が入ってます。はい、この剣山にちょっと立ててであの仕上げにしたいと思います。はい、じゃあちょっと楽しみに。まだ仕上げがあるんですね。まあ、途中の段階ですね。こちらから最後の仕上げになります。はい、もう一回、はい、それを仕上げてくださると分かりやすいですね。はい、じゃあ見てみましょうね。今アシスタントの方に持っていただいて何をしてたのかな。トゲがでしょ。大変ですよ、そのね、このその辺に生えてそうなの今のトゲなんですけど、結構これ刺さると痛いんですよ。細かいトゲがいっぱい出てますので、あのバラのトゲっていうのは僕も説明したいとしましたけど、はい、刺さると本当にそこから産んできたりとかね、すごく痛いんですよ。まあ花屋さんにとっては結構天敵なんですけどね、これトゲがないバラっていうのはなかなか少ないですから、まあ、この特にノイバラのトゲっていうのはね、細かくてね引っかかるんですよ。あ、そうなんですか。気をつけてくださいね。ねえ、慣れてるそうですね。花屋の神さんですよね。この辺はなんか今すごい可愛らしい、これなんていうんですか、実何が入りました。ぶどうのような実が、あ、ペッパーベリー、可愛らしいです。ペッパーベリーの実だそうです。あのピンクペッパー、はい、ピンクの胡椒ですね。実際お料理にも香辛料として香辛料で使ってますよね。ピンクペッパー、ペッパーベリーですね。あのよくこの実が一つ一つとこ置いてあるじゃないですか。はい、赤いのがこれ、そうなんですか。はい、それからそちらにも実が入ってましたね。はい、違う実が何でしたっけ。これグリーンネックレス。え、グリーンネックレス。ネックレスと、ここにはこれはブラックベリーです。ブラックベリーね。はい、ブラックベリー、わかりますよね。はい、煮物が好きなんで、ちょっと良くなってたくさん。この葉っぱは何でした。ユーカリですか。ユーカリですね。ユーカリですね。ユーカリとこの、これが谷渡り。谷渡りですね。いろんなもの入ってますね。中を見てみますと、先ほどはバラだけだと思ったけど、バラのまた違う種類もあるのかな。あ、先ほどの種類だ。これはバラはですね、カフェラテっていうのが出てる。あ、カフェラテだそうです。これちょっとね、ちょっとあの変わった茶色っぽいようなバラなんですけど、岩手にもなんかそうですよね。はい、カフェラテ、はい、いろんな優しい名前があるでしょう。そうですね、なんかロマンチックですよね。ねえ、おしゃれですよね。そしてそういった名前っていうのはね、あの生産者の方もすごくそのネーミングっていうのはこだわってみると思うんですけど、まあ、そういった花ができた時にね、はい、何が一番イメージに合うんだろうって考えられるんでしょうね、きっと。ですからそんなおしゃれな名前っていうのがいっぱい出てきますからね。ですからバラって楽しいですよね。今こういったいろんな色とネーミングが出てきますよね。そうですね。ただの我々花屋にとっては、うん、ちょっと頭痛いですよね。覚えられませんよね。なかなかね。あまりに種類が増えてしまうと。種類が多くて、もう少しですね。さあ、金沢君の方、この水盤に立ったんだ。またあの先ほどと全然感じが違いますね。はい。先ほどの花束から今度は葉っぱが入ってきました。ねえ。葉っぱが、これがシャガの葉っぱですね。シャガの葉っぱを入れて、上から縛り、そしてあの水盤に剣山で立てて石で押さえて、で最後に何が入れたわ。これは捨てられた。捨てられていた。だけど、やっぱ綺麗な線が出てる。ああ、なるほどね。そうですね。こういった静かな作品ね、少し動きのあるように線を一本入れたらいいんですよね。このまま、放射の花束で。ああ、なるほど。あ、このままでね。うん、いいですよね。水盤に花束っていうと普通はあの紙に飾るだけじゃないですか。こういった水盤にも飾れるっていうのが分かりますよね。で、一つのアレンジとしてデザインされてる、完成ですよね、これ。はい、どうも完成だそうです。ありがとうございます。じゃあまた、はい、お願いします。じゃあ今度はおもちゃの方も、今度はスチールグラスですね。はい、スチールグラスが入ってきましたね、細長い。
ね、その何ていうかな、変化をつけてたんですね、花の丸が。なんかいっぱい下の方にあのグリーンネックレスとかペッパーベリーとか、あーペッパーですとか、そういうものがあのぶら下がっていってますよね、ブラブラと。なんかあの最初の骨組みっていうのがあのサポートするの剣が多少見えてもね、同じバラですから、ノリバラとはまあ、ものすごくバラが違いますけど、そういったことで少しずつあの見えてるところがいいじゃないですか。ね、トゲがそこにあバラが見えてるなっていうのが分かりますから。何種類かのバラでね、あの組み立てられてますけど、中の方を見ると本当にあのアジサイとかね、そういったものも顔を覗かせながらね、うん、面白いと思うんですが、最後にね、またあのこういったモンステラっていう葉っぱなんですけど、はい、すごくモンステラっていう、まあ硬い葉っぱなんですが、それを当てることによって弱いものを起こしながらね、で最後にあの縛るようになってると思うんですけど、すごく綺麗です、この子。そうですね、そのなんて切れ込みってのがね、人工のようですごく綺麗ですよね、これが出てきてますので、ね、はい、優しい色合いですよね、本当に。いやでもどんどんボリュームが増えてきて、こんなに華奢でいらっしゃるのに、あの、ね、そうなんですよ、自分の体に支えるのが今横で見ててすごいなと思って、ね、自分の体より幅が出てますからね、体がちっちゃいんで、なんか背に大きいのもなるほど、これ、ね、女性の方が結構大きな作り方があるんですよね。あ、そうなんですか。大きな写真撮って思うんですよ。うん、いや、大変だなと思って、うん、あの、ねえ、シンタの方が優しいやつ作るよね、華奢だよね、そう、こんな華奢な体してこんなにマハラを作るんですよね。そう、で、あと自分では優しくのは自分のような色合いと言ってますけど内面は違うんです、真っ赤に燃えてる情熱があるんですよ。それでも足をね、きれいに取り付けて、まあ、あの今手で持っているところから全てあの下の下葉とかそういったものが処理されてるんですね。あの葉っぱ、バラでもそうなんですけど、下の方までトゲとか葉っぱは全部出てるんですよ、はい、そういったものを取っておかないと、カビに出た時にね、それが腐って先にバイラスが雑菌が湧くんですよ。そうすると鼻の水が悪くなるんですね。ですからきれいに掃除して、手の持っているところで下っていうのは水につく。そういったのはきれいに掃除しながら、はい、縛っていくんですよね。さあ、出来上がりましたか？もういいのかな？最後にまだ何か？最後にね、ちょっと寂しいから。あの今グリーンネックレスをね、鳴らすのを差し込んでるんですけど、はい、あれはね、あのグリーンネックレスというのは観葉植物はあの、まあ、多肉の仲間なんですけど、鉢からダラダラダラと下がってくるんですよね。で、根がずっとこのくらい生えてますので、別に水を補水しなくても十分なんですよ。あ、そうなんですか。ですから、まあ、下穴がワイヤーでね、あのつけてあって、そこで差し込んでるだけで一つのアレンジになってきますけど、もう下がっててもすごく十分持ちますからね、他の花と違って。はい、出来上がりました。はい、出来上がりました。完成しました。まだね、もっと大きな花ができましたよね。いや綺麗ですね。綺麗ですよね。なんか淡いピンクがほんと可愛らしい、うんうん、ね、そのショコラとかいろんないい名前のバラが入ってますので、じゃあ一つこれは出来上がりということで、はい、はい、じゃあ次はアレンジにまたかかっていただきますか。はい、あすごくバラを意識してですね、今回バラでやれてバラテーマですね、はい、あのハッピーローズじゃなくて違う、ハッピーローズは赤ですからね。そうですね、だから、ね、ちょっと違った色合いでいこうか、うん、そうですね、はい、バラはいろいろあるんだよっていうのを見せるね。で、まあ、お花屋さんに行くとこの辺にちょっと開いてくるとなかなか見づらいんだけれども、ね、開いてて綺麗なんですよ ね、 ね、ちょっとここまで来ていただきますね。すごいバラもいいと思います、ね、はい、これイコピアット すごく香りのいいバラですね。はい、これイコピアット、はい、イコピアットってあのすごく匂いのいいバラですよね。そうなんですか。このピンクはそうなんですけど、イコピアットはどう、これはこれさっきのキャラメルアンティーク、キャラメルアンティークね、はい、キャラメルアンティーク、はい、す
ごくいい匂いがしてますね。今回はこれは何？はい、これもやっぱりあの僕は水盤で、あの花送りしたいなと思って、あのやっぱり水盤ってなんかすごく日本のからある、昔からね、その水盤に、スポンジをピースにしまして、でここであのクリームを穴を開けたのね、鉄線とこれは変に刺してあったの？なんかチキワやからじゃなくて、なんだっけ、爪、あと粘土つけて、で、セットとね、うまく説明して、はい、水盤にね、あのピックが立ってあるんですね。そのピックにあの吸水性スポンジを丸く刺してあるんです。そしてあとアナベルで前とこそれを隠してリース状のものが作られているんですね。ですからこれ今真ん中が空いてます。はい、はい、ですからあのそこに今バラとそれからベルテッセンですね。はい、ベルテッセンが刺されているわけですね。はい、あとゼラニウムがすごく、ゼラニウムがすごくね、ハーブ系のいい匂いがして、そう、いい匂いが、臭いか、ゼラニウムの葉っぱっていうのはすごく匂いが好きだけど、ね、嫌いだけど分かる、分かると思って、ね、すごくでも綺麗な国になるの ね、 ね、はい、そう思います。あ、そうです、はい、でハーブ系の、またあとこれで、まあ、これでプレゼントしても僕は十分いいと思うんだけど、あ、なるほどね、また先ほど あの花束と同じように、はい、まあ、ちょっとあのここにガラスにポンと乗せて飾ってもらったりして仕上げて、そこまで仕上げてください。はい、ありがとうございます。あるのかな、あ、大丈夫ね、大丈夫ね、早く終わったら、大丈夫、はい、ありがとうございます。はい、あの今日はお仕事じゃないですから、そうですね、お客さん待ってませんので、はい、自分の納得いくまで、はい、ありがとうございます。ね、彼女も彼も、はい、先ほどのジャパンカップあったけど、あれでチートってことですか？あ、そうなんですか、うん、懐かしい、あのね、懐かしいよね、懐かしいね、もう過去の話だね、本当ですか、随分前だよね、あの北海道大会で優勝して、僕この横で準優勝だった。あ、そうか、北海道大会の時ね、もう何年前、大昔だね、わかんないね。ヨークさん、何年前やったんだって？10年前ね、はい、最短で10年、最高で19年前。あ、違う、98年だね。98年、そうそうそう、そうだね、僕で彼女が優勝した。そうなんですか。僕は2000年たまって、はい、ね、忘れないですよ、彼女がね、はい、九州なんですけど、ブロックの予選に出してきた時に僕審査やってたんですよ、はい、で審査やった時に彼女の作品が出てきて、はい、すっごい衝撃を受けたんですよ、すっごいの作るなと思って、見たら女の方でしょ、女の方がこんなの作ったと、ねえ、奥さん、そうだったよね、ちょっと内面男性的なものがあるんですか、ね、ですから先ほど言ったでしょ、表面的にはあ優しいのを使ってますけど、内面はこういうハッピーローズの赤みたいな真っ赤に燃えてるんですよ、ね、そういった作品を作ったんですけど、さあ今度は先ほど言ったやつはバラですよね、ラカンパネラか、ラカンパネラの白いバラは、白いバラがスプレータイプのイングリッシュアイスっていう、イングリッシュなアイス、アイス、イングリッシュアイス、イギリスの氷ですかね、ね、そうですよね、すごい名前だと思ったな、ほとんどあの長崎の市場の方で仕入れてきたんですけど、ね、これまたイタズモなんですよね、あの皆さんそちらから見えます、あのこれ縦に入ってるのバラのトゲのついた茎なんですよね、こんな中手を入れるならもう傷だらけになりそうなくらい、やっぱり、なんか腹の美しさってこうトゲがあの美しいと思うんですよね、だからトゲも大事にこう飾ってあげたい、でね、この中にどうやって花を入れてるかなと思ったら、上の方にあのプラスチック試験管が入あるんですね、そこに花を落とし込んでるだけなんです。ですから下の方へ手を入れてね、傷だらけになりながら刺さなくていいんですね、そうだよね、そうですね、短く切るんで、水揚げも結構いいので考えてますね、今日はこの作品を見ていただくと分かるんですけど、はい、非常にこのプラスチューブって試験管が出てきてからね、作品の幅が広がったと思うんですね、というのはプラスチューブっていうのはアルステ設計じゃないですか、
ですからすごく透明感、ですから鼻に対してね、すごく邪魔にならないんです、今までのテクニックっていうのは、吸水性スポンジをある程度空中に埋まったりとかしなければいけなかったんですね、そうすると塊ができるじゃないですか、どうしても吸水性スポンジを隠さなきゃいけない、ですけどこういったグラスチューブを使うことによってね、すごく軽やかな肌ができるようになったんですね、一つ革命ですよね、これもデザイン、そうですね、なんかいろいろこう範囲が広がって、いろんなデザインができる、そうですよね、幅が広がっていくだろうね、デザイン、ですから大きな作品、今展示してある作品なんか見ても、かなりの分そういったものが使われて、使われてます、例えば彼女の場合ガラスチューブで刺してるところと下に吸水スポンジが入ってますので、その部分に刺してるのと両方あるんですね、もういろんな変わったバラが出てきましたよね、もうちょっと名前わかんないから説明しませんけど、スプレー状になったねバラのピンクとかグリーンとか ね、これはマリアっていう、マリア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 、セーブマリア、マリアね、はい、それからまさにこの品種はですね、結構ブルーの色に吸い上げたりして、あ、そういったのに適した花みたいですね、吸い上げなんかに適してる、そうですね、ブルーの花に生産者の方はこの花をよく使われます、今花を老化から吸い色を吸い上げさせてね、ブルーの色を出したりとか、そういうのがあるんですけど、そういった時にこのバラ適してるんです、そうなんですか、ですから花びらにね、赤とかピンクとかブルーとかそういったものが出てきたものを見受けられるかもしれませんけど、こういったバラを使ってるみたいですね、勉強になりました、はい、不思議な、はい、だいぶ入ってきましたね、入ってきましたね、すごく今日このカラー、この色、はい、ユーピアッツァの色、はい、この色っていうのは好き、好きな人、結構好きですね、好きだよね、今日の衣装もありがとう、そうだよね、そんなつもりなかったんだけど、ただ今うち結構ブライダルをやらせてもらってて、でやっぱり、彼のところのブライダル半端じゃないんですよ、いやいやいや、カルサーでやってるんですね、彼は年間何件ぐらいのバレです、何件ぐらいなんだろう、多分1000から2000分かりますか、1000から2000の間、桁が違って今勉強しました、非平均計算したら1、3件くらいやってるんですよ、すごいですね、3件から5件の上で、まあ、もちもちとやらせていただいておりますけれども、すごい儲けてるんですよ、いやいやいや、多分大変、いやいや、そうなるほど、でもね、すごくその色だとかバラだとか、そのやはりすごくこだわった、昔はなんかお花屋さん任せのブライダルから、今はどちらかというと消費者の、ね、今お客さんね、バラの色なんかこだわりを持ってる方すごいこだわってます、多くなってきましたよね、そうそうそう、というのはやはり雑誌ですとか、そうそうね、そういったものでバラとかそういった花、いろんな変わったものが露出してますので、結構お客さんっていうのはよくして見えるんですよ、ね、だから下手すれば品種をしてくる人はいますよね、だからだんだんお花屋さん泣かせな、そうですよね、こう絶対にそのバラを仕入れなきゃいけないみたいな、まあ、ちょっと辛いこともあるんですけど、ね、まあでもね、結構お客さんってのは時期関係ないじゃないですか、そうです ね、詳しく知らないというのもありますからね、ないというね、このバラくださいって言われてもなかなか難しいじゃないですか、はい、そういうのっていますよね、あります、あります、もう本当に雑誌がものすごい今ね、あれ、ブライダルの方も出てますし、だからもうどん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 花屋さんも一緒になってこう勉強してなっていかないと、弱い色にしてもそうだし、バラの種類にしてもそうだし、はい、まあ、生き残っていくためには勉強していかなきゃいけないかなと、本当に勉強していかなきゃいけないですよ、なかなか覚えられないんですよ、バラの種類っていうのは、また年してくるとね、お互いね、はい、だから今ウェディングでやっぱりバラっていうのは主流になってますか、やっぱりバラが一番やっぱり多いですね、多いですね、はい、主流ですよね、何らかと言ってもやっぱりバラ多いです ね、 ね、はい、お客さんやはり好まれますよね、バラっていうのは、なってきますね、はい、さあ、横さんの方、まあだいぶ、ね、ちょっとね、先ほどのこのやつ、こういった濃い色は入ってないんですけど、淡いトーンでね、すごくなんか優しい色合いになってきましたね、今度はちょっと淡い色でね、
ちょっとあの一人では見てないですけど、うん、ああちょっとね優しいのばっかり、うん、その今ベリーの煙草もね、うん、それからそのそういったものも中に入ってまして、すごく淡い感じで作られてますけど、うん、下の方に目を移しますとね、カバークリップってあの吸水性スポンジを隠すためにね、いろんなものが入ってるんですけど、ちょっとこれ何が入ってるのか、あこの表面、うん、いろんなもの入ってますよね。これはですね、ちょっと根付きのものでセダムっていう、セダム、はい、の植物を植え込んでるんですけど、まあ、吸水性スポンジの上に根付きなものを入れても吸い上げるので、そのままなんかね、下の方にあの小さな下草みたいなものがね、すごくそれも質感の違ったもの、ガチャガチャしたもの、チュペルでしたもの、いろんなものが入ってます。またそれもこれでね、表面ごと質感が違って面白いんですけど、そういうもので、ベース構成されてますね。そうですね、あとこのベースの雰囲気とこのセダムの背景が合うかなと思って、ね、ちょっとノスタルジックな感じで、まあ、あこちらは裏から少し見えてますけど、試験管が少し、ね、たくさん露出してるんですけど、前の方からそんなに気になりませんよね。そうですね、うん、それになんかさっきね、トゲをそのまま生かしてっておっしゃってたでしょ。で、ね、まさになんかトゲでちょっと赤くなってるところとかも、ね、いいなと思いますね。そうですね、バラの、ね、品種不定って茎の色が赤かったりとかグリーンとかになったりとか、ね、バラの種類によって ね茎の色まで違ってますので、うん、その茎の色までね、あんま交えて今いろんなバラが使われてるんですけど、うん、その茎のまた濃淡っていうのが綺麗なんですよね、はい、ですからバラの花だけ、今の家族の茎だけじゃなくて花首だけ使ってますけどね、うん、はい、彼女の木をね、もっと皆さんに見ていただこうと。そうですね、今ね、今手前草を入れてますね、はい、ナレシコの仲間ですよね、うん、さあ、ケイちゃんもう上に上がっちゃったもんね、もう上げて、今度は少し垂れるものも、うん、イタリアンペリー、イタリアンペリーですよね、いいものね。これもまたトゲが痛い、痛いけど、ね、これもトゲもあるんですか。トゲがあるんですよ、すごいトゲですね、ね、痛いよね、そう、トゲが痛いです、少しだったら大丈夫なんですけど、うん、これがね、またプレにかけて真っ赤っかになる、あ、そうなんですか、本当に濃い赤になる、今、ところどころ赤いですよね、はい、すごくそれが可愛いですよね、なんか、うん、ね、それがブラブラブラと入ってきましたけど、はい、プラスして入れていきます、ね、いいな、ありがとうございます、はい、こうやって見ますと先ほどのゼラニウムの葉っぱってのはすごく効いてきますよね、なんかやっぱり綺麗ですね、これね、やっぱりなぜかというとここにアラメルと細かい花の中にね、はい、ちょっと面的なこのゼラニウムの葉っぱが入ってくるだけでね、はい、すごくやはり雰囲気が違うんですよ、うん、うん、だけどやっぱりグリーンって1色よりも2色、そうですよね、2色、3色っていういろんなグリーンがやはりね、花我々商売の時もそうなんですけど、一つのアレンジとかそういったものを作るのに1種類よりも2種類、2種類よりも3種類っていういろんなグリーンを使うことによってね、またその作品が全然変わってしまう、商品ですけど、そういったものが変わってくるんですね、ね、うん、花が生えるんですよね、それがこれ咲いたものだと思うんですけど、まあ、見ても分かるんですね、すごく細かくガチャガチャっとした中にね、こういったのっぺりした葉っぱが入ってきますよ、すごくまたいいですよね、まずかな、はい、頑張ってね、はい、ね、陽子さん、今度はあ、ベロニカ、オカトラノですよね、白いオカトラノ、これ、白いオカトラノですけど、うちの子では山で生えてます、あ、そうですか、山で生えてます、僕は愛知県の瀬戸ですけど、まあまあ、このところなんですね、山行くと、山の道の肩にね、こういったものがバーッと生えてます、うん、どこさんの大村では生えてないかな、これは生えてないんです、生えてないかな、もうちょっと北上がらないで生えてるかな、こういったものはブルーサルビアみたいなのはありますね、あ、そうなんだ、あと、なんですかね、水引き草とか、はい、そういったコースとした、ね、はい、そういったのね、うん、うちの方の山行くとね、こういったオカトラノとか、それからアスチルゲ、
アスチルベとか、それからキムシとか、そういったものが入ってますよ、結構。いいですね、全然入ってますね。撮るわけにもいきませんけどね。これ見て、眺めてね。またこれ、グリーンのね、スプレーのすごく可愛いバラなんですけど、これちょっと名前が分からないね。かなり小さくて、結構面白いですよね。4月に入るとね、すごく可愛いんですよ、これね、小さなバラで、はい、グリーンこれバラなんですか。バラなんです。バラなんですか、ね、びっくりしました。見ても分かりますかね。ちょっと遠くの方が見れないですよね。はい、わかりました。あ、モニターに映ってますね。これグリーンの小さなバラ、ね、すごくかわいい。かわいい。彼女はあの四角い器に横長のデザイン、骨組みにあの柳を使いましてね、ここにすごく長くつけて、その中に縦にあのバラの足を入れて、縦の線を強調して、ね、それで横を広く大きく撮ろうという感じでデザインされたみたいなんですけど、今の上にスチールグラスが入ってますね。スチールグラスの線を今入れてるところなんですね。これの方にあの横に流れてるのはあの先ほどのノイバラ一緒ですね。これすごく先っぽの方にはトゲがあります、ね、あ、これは小さなトゲがたくさんあるんで、これをね、もう痛いんですよ、これが。なんかこう自生している自然なこう枝のこう流れがね、うん、そうですね、あのね、自生してるのすごく流れがいいんですよ、うん、もうつい使いたくなる、本当に、まあ、ノイバラの枝だったり、垂れたりね、もう植生したがり、そこからまたすると起き上がったりして、すごくいいんですよね。なんか作品の時には絶対使いたいものですよね。そうですね、うん、ついついやっぱり好みで使っちゃう。そうですね、これがね、秋になると赤エビをたくさんつけるんですね。そうなんです。また実は実の時でいっぱい使えるんですよ。これがね、もうその辺の野山にいっぱい生えてますので、これを取ったら叱られるのかな。叱られないと思うんだけどな。いや、でも山のものはね、取っておいて、あ、こんなことになったんですか。またサプライズだな、これ。ねえ、びっくりしました。ねえ、急に下ろして何をやるんですか。はい、とりあえず、まあ、このリースを花の森として考えていただいて、はい、で、あの先ほどから水盤がすごく好きなんで、はい、水盤に飾らせていただきました。あ、で、ね、やはり、あのこれちょっとかわいそうなんだけど、首だけになっちゃいました、うんうん、だけどバラってやっぱり下の茎もすごく綺麗なんだよっていうところを、ね、この真ん中でスッと集めてみました。で、あとはこの枯れたあの綺麗な曲線のある、うん、バラでちょっと挟んでみて、なんか、そういった一本の優しい線にこだわってますね。もうあの個人的にすごく線が好きなんで、性格かな、その優しい線が好きなんで。あ、そうそうそう、ありがとう。ねえ、ちょっと面白い線をいっぱい。またこういった石を入れて、うん、あ、それとで仕上げたいと思います、ね、はい。最後に一つの白いバラって何ですか。一重、あ、これね、巻きが薄いですよね。これは覚えてました。ウェディングドレスっていう、ウェディングドレス、白いバラ、あ、という名前なんですか。という名前なんですね、はい、これはちょっと覚えやすかったですね。そこからね、はい、これでも優しい名前ばっかで、ありがとうございます。これだけ出来上がり、はい、これで出来上がりだそうです。はい、お疲れ様でした。はい、ロコさんも出来上がりかな。はい、じゃあロコさんの方も出来上がったそうです。ありがとうございます。こちら紹介さん、じゃあ最後にあの一言だけ言いますね。ちかちゃん一言、何かお手伝いしましょうか。それ回していただいてる間に、今日の作品とか何でもいいんや、はい、何か一言。本当に、自分たち花屋がね、やっぱりお花屋さんがこうやってフローリストとして、やっぱり一番売っていきたいようなあのお花、バラ、ユリ、こういったものがメインになってくるんですけども、やっぱりそのデザインっていうのもすごく大事だと思うんですけども、僕は一番大事なのはあの花を一本一本大切にする気持ち、ね、この、うん、まあ、僕もそうなんだけど、やっぱり忙しくなるとお花が物になってしまう。だけどそうじゃなくて、やっぱりこれをあのお花を使うことによってお金儲けをさせていただいているという感謝の気持ちで、花を大事にしてほしいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。最後に一言。月を通じて
ってあのいろんなに人生の節目をお花であの表現させていただけるっていうのは本当にフローリストにとってとっても幸せなことだと思います。あのそういった人の心を私たちがあのちゃんとお伝えできるようにあの頑張っていきたいと思います。そうですね、花はね、どこにも変えがたいものがあると思います。こういったいろんなバラを使うのも一つです。一本のバラを贈られるのも一つです。このハッピーローズのように60本のバラを贈られるというのも一つだと思います。この60本の花をね、バラをもらわれた方はどれだけ喜ばれることでしょう。僕も今年還暦です。僕も60本いただきたいです。そういったことですので、はい、どうもありがとうございました。はい、今日はあのブーケをあの刺したあの器なんですけども、はい、あの日本花材さんからの提供、日本花材さんから提供していただいたんですか。ありがとうございました。じゃあお二人ともう一度拍手をお願いいたします。金沢茂さん、森陽子さんのお二方でした。どうもありがとうございました。